きっと。やっほお疲れ様です。やばくない？いつぶり？めっちゃ久しぶりです。私全然会ってない。うちら会ってないよね。明けおめはもちろんだけどさ、え、はい、コロナの後会ってないよね。会ってない。え、卒業、私が卒業発表してから会ってなくないですか？会ってないよ。え、いつ私6月、7月末にしました。え、でもさ、そのさ、7月末で、私だって去年5回しか公演出てないよ。公演1回も出てないです、その後に。え、じゃあさ、こっちゃんと会ったのってさ、本気の本気でさ、はい、バレンタインのコンサートとかそこら辺じゃないですか？あれは愛の数が最後かな。愛の数、あーの YouTube 撮影とかじゃ、ね、やばくない？会いたいになるんだ。わー、でももうちょっと落ち着いて、こっちゃんが大学とか行くようになったら会えるね。はい、いや、ほぼ1年会ってない、ほぼ1年会ってない。やばいです。やばい。お疲れ。お疲れ様です。え、違うよ、卒業。お疲れ。ありがとうございます。どうだった？え、楽しかったですね。最後楽しかった。楽しかったです。なんか謎、すごい謎に、なんかこっちゃんを祝うためか白が入ってるよ。白お城が入ってるお城、すごい。なんか、でもめっちゃ前日まではめっちゃ緊張してて、うんうん、スピーチとかもすごい緊張してたんですけど、うん、言い切れました、ちゃんと。あ、全部言いたいこと言えたの？全部言いました。え、すごいね。卒業公演楽しめるってすごいね。はい、え、本当ですか？え、もう、だってさ、え、それこそさ、1ヶ月間さ、ポジションさ、結構変わった？いや、一緒にしてもらいます。最初はなんかセンターでやるって言われてて、うんうん。で、最初センターにしてもらってたんですけど、なんか、うんうん、すごい最後の最後で私、人の顔見れなくなるの嫌だなと思って。あー、逆に。一歩で緊張しちゃうんですよ、私。だから、うん、絶対見れなくなるなって思って、そのままのとこにしてもらいました。あー、なんかもうさ、その、こっちゃんがさ、今この状況だからさ、K2 全員と出たいって言ってさ、はい、考えてるんで、本人もなんか新しいポジションめっちゃ頑張るって言ってるんでっていうからさ、はい、最後は、最後以外だったら新しいとこ全然やろうと思ってたんで、でも結局やらずに終わっちゃいました。いけたんだ、でも。いけました。よかったね。はい、すごいなと思って。え、みなるんさん、なんでそんな忙しいんですか？いや、なんか、え、でもさ、あ、そうだよ。なんか謎の非公式の仕事してた。最悪。みなるんさん。私も違う。ちゃんはずっと一緒に出たがってるってずっと言ってたよって言ってて、マネージャーさんからも、え、もうなん、めっちゃ前からね、こっちゃんがね、選んでくれてるっていうのは聞いてた。え、そうなんですよ、ずっと、ね、年末、え、年明ける前からもうずっと言われてたの知ってんだけどさ、はい、でも私のところにね、仕事の内容来てなくて、え、私休みだよって言ってたの、ずっと。あ、そうなんですか。で、結局お仕事っていう。え、そう、なおにもずっと、え、スケジュール全然来ないんだけど、みたいな、はい。事務所じゃないってなったんだけど、私も事務所かなって思ってたんだけど、はい、え、普通に SK の、あの、最近始まった非公式っていうなんか、はい。やつの、非公式の仕事してた。はい、あ、そうなんですか？だから私は、すごいなんか、こっちゃんのブログ、なんか多分こっちゃんが、卒業公演終わりましたって時間仕事してたから。あ、そうなんですか？そうそうそう。多分非公式の第1回目には絶対なんか外せなかったとかなのかなって思ってるけど、私としてはでも非公式の1回目も大切だけど、こっちゃんの最後には出たかったよ。え、楽しかったです。楽しい。みなるさんね、あのさ、ドレスはさ、はい、え、何、自分でさ、こんな感じがいいって言ったの？めっちゃなんかめっちゃ聞いてくれて、すごい、うんうん、なんか色とかお花の色とか言ってくれたんで、うん、なんか最後に綺麗な姿がいいって思って、うん、あ、可愛いとかより綺麗、はい、綺麗がいいなって思って、うん、
なんかすごい大人っぽいドレスがいいですって言ったら、うん、なんかああいう感じにしてくれました、肩とか。でもめっちゃ綺麗だった。めっちゃ綺麗に作ってくれました。なんかすごい、なんかなんか意外だった。なんか私もお仕事終わってパッて見たら、はい、あのチームの LINE にさ、こっちゃんの写真バーって来てたじゃん。あ、はい、それ見てわーみたいな、こっちゃんこういうのなんだって。そうなんですよ、めっちゃ色のとかと見てた。なんかみんなに絶対ピンクでしょとか、可愛い感じ、可愛い感じだと思ってた。そうなんですよ。それかパンダ寄せかなって思ったけど。あ、そう、なんか一回誰にも言わないでっぽい衣装で考えたんですけど、うんうん、なんか誰にも言わないでの衣装あるしなって思って、まあ、確かに着たことない感じがいいなと思って、ああいう風にしました。よかったね。なんか、はい、めっちゃ可愛く作ってくれて。結構さ、前よりさ、前の卒業してた人たちよりさ、なんか今までってさ、コンサートとかないと大きいドレスってあんま作ってるイメージなかったけど、うん、今回めっちゃがっつりさ。そうなんですよ、がっつりドレス作ってくれて、ね、よかったね。嬉しかったです。なんかみんな見た、長いドレス憧れてたんで。あれってもう着れないの？もう着れないです。着れないんだ。私買っちゃうわ、買い取っちゃう。買いたい、買いたい、買いたい。買って結婚式とかで着たくない。着ないです。買い取りできるのかな、買い取り。だってあれ誰も着れないんだよ、一生。確かに。こっちゃん以外誰も着れないんだよ。買い取りしたい。あるんですがね、買い取り制度してほしい。この1年ずっと勉強してた？ほぼ。この1年ずっと勉強してました。やばいね。英検2級取りました。すごい。ちゃんと、ちゃんと勉強して、ちゃんと頭良くなってんじゃん。ありがとうございます。いや、でも頭はあんまですけど。でもなんか勉強して成果が出てるっていいことじゃない？ありがとうございます。勉強しました。あれでしょ？心理学？あ、そうなんですよ。学ぶんでしょ？心理学の、心理学科にしました。なんかさ、すごいさ、最初さ、なんだっけ、あの、こっちゃんがもう卒業コーナー、コーナー、セレモニーっていうか、はい、卒業ゾーン行った時さ、はい、なんかもう、なおとさ、あの、ハートの独占権やってた。ああ、はい。それはなんか、なおがハートの独占権やってるっていうやつ。はい、で、なんか意外性。ああ、めっちゃ嬉しかった。かわいかった。かわいかった。私やってんのかなと思ってました。K2 公演で、うん。なおさんの見たことある気してたんですけど、やったことなかったですかね、リセットの時に。だってあの人はもうマリア一択じゃなかった。あ、確かにマリアだ。うん、そうでした。だからそれと見て、でその後はこっちのパンダの誰にも言わないで見て、はい、後ろからパンダ出てきたと思って。あ、そうなんだ。後ろから出てきました。え、でパンダなんか着てたじゃん。あ、あれファンの人がなんか生誕祭の時に毎年作ってくれてて。あ、そうなんだ。そうなんですよ。なんか、いい洋服着てるやん、パンダ。そうなんです。名探偵、名探偵というか、パンダの、パンダ相談所の所長の衣装と、うんうん、あと、リターンマッチのナオさんの衣装なんですよ。あ、ナオが、ナオのことが好きだからってこと？なんか、私、その時の生誕祭が、なんか、お花が、うん、多分私みたいな感じで、その隣にいました、ナオさんが。すごー。あ、そっかな。こーちゃん女だったもんね。そうです。リターンマッチの女の子の、なんか衣装のお花だったんですよ。その年の生誕祭が。なんか、すごい思い出もちゃんとあって、すごいと思って、パンダ出てきたと思って。あ、思ってもらいました。すごいね。え、嬉しい。見てくれたんですか？見たよ。ありがとうございます。なんで桜の木になろう歌ったの？え、桜の木になろう。でもなんか、すごいソーロングとめっちゃ迷って、あ、迷ってなんか、え、どうしようみたいになったんですけど、うんうん、なんか普通にめっちゃ歌詞いいなと思って、すごい好きで、あれいいよ。でもなんか2番の歌詞が好きで、うん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 、だけまあワーフしかできないんでワーハーフだったんですけど、うん、それで選びました。そうだった。すごいなんかめっちゃ、うわ、これは最後に歌うの絶対さ、はい、なんて言ったらいいの、なんか感情的にもうさ、
最後っていうだけでもさきついのにさ、うん、桜の木になるそうなんですよ。感情がさもうさめっちゃきつかったです。セーブできないじゃん。はい、でもすごいめっちゃ泣いちゃった。それで泣いちゃいます。あれあの曲やばいですね。でも支えもやばいです。いや支えはやばいよね。やばい支えもやばい。なんか迷ったんですよ。なんかバラードバラードになっちゃうなみたいな、うんうんうん、迷ったんですけど、なんか同期と最後になんか、うんうん、やりたいなと思って。最初ロドスいいなと思ってて、オーディションの曲だったし、あのあれか、えロドスってあれ、ここがロドスだって、それあとこれ、はい、懐かしい。懐かしいですよね。あれいいなっ て, ってあれもいい歌だよね。でもそうなんですよ。でヘビロテもやったんですよ。なんかあっつて思い出があるからやったんですけど、そうやめ、なんかやったことあるやつやめようって思って、うんうん、やったこと、もうこれはさ MC とかでやったほうがいい。MC でめっちゃ言われました。結局めっちゃ言われた。そうなんです、うん、アイオン中やろうとしたんですけど。懐かしいね。はい懐かしいです。あれでうちらはトリコになったから。本当ですか。うれしい。よかったです。ヘビロテのオリジナルのダンスを見てうちらこうちゃん撮ろうってなったから。え、よかったです。本当にオリジナル作ってよかった。よかった ね, ほんね。でもみんな私とさチュリー以外は出れた、はい、全員。そう、あとラブリーも出れなかったんですよ。ラブリーも出れなかったの。ラブリーも出れなくて、それ以外は全員、うん、あー、そうなんです。そっか、残念や。なんか私もまだ活動再開した時は受験が終わってなかったんで、うん、なんか私も NG の日があったし、うん、多分それで、そうなんですよ。だからそれに合わせて K2 公演ね、いろいろと、ね、そうなんです、何人か出れなかった。すごいね。そのえまだ受かってなかったんだ。そうなんですよ。本当になんか再会して、そうすごー。でもあれなんか滑り止めはそうもらってたんで、うんうん、再会していいかなって思って再会しました。いやでもでもすごいじゃん。なんか、まあ、最後も最後の公演も大切だしさ、でもさ今後の将来の第一希望もさ、うんそうですよね、滑り止めでいっかってはなんないじゃん。だってめっちゃ出てきたしさ、すごい中で頑張ったね。ありがとうございます。へえ。大学生です。やばいですね。なんかやばいね、大学生なんのね。初めて会ったの小6とかです、みなべさん。なんかさ、6年って言ってさ、6年ってなって。え、意外といるんですよ。自分っめっちゃ6年ってもう。そうなんですよ。めっちゃいるよね。やばいです。なんかアルバムくれて、同期が。うんうん。で、なんか、日にちが書いてあって、2060日だったんですよ。2060日いたんです。って思ったら、長って思って。え、2060日いました、私。らしいです。数えてくれる。すごいね。レナさんでさ、はい、さ、2588だったじゃん。そうなんですよ。なんか、うん、レナさんのコンサートのタイトルをめっちゃ覚えてたから、うんうん、あれみたいな、なって。もう2000な時点で近いもんね。そうなんですよ。2000。いたんだ、みたいな。すごい。みなべさんやばいですよ。もっといるんですよ。めっちゃいるよ。もう数えてない。やめて。何日なんだろう。やばいです。そっか、小学生が大学生になるってことだもんね。小中高ってことだよね。そうです、そうです。すごーい。やばいですもん。大きくなったね。大きくなりました。でもなんか別にさ、めちゃめちゃ特にさ、はい、すごいさ、なんか、こっちゃんはさ、なんかなんて言ったらいいの？なんか別にスタイルの維持もさ、変わんないし、昔からずっと細かったしさ。いやい。なんか、あーなんかこっちゃんのさあの加減の太ったはあるじゃん。私太りましたって言うけどそれ人から見たら全然太ってないやつだよって、だからなんかあんまりすごいさめちゃめちゃさ、はい、別にまださ全然大人めっちゃ大人っぽい顔ってわけでもないしさ。本当ですか。うん、大学生でも大学生になるんだね。すごい、はい、やばいです。親目線、
マジで親目線。やばいやばい。どうだった K2？ 楽しかったです。なんかずっと楽屋で言ってました、 K2 しか勝たんってアイリとずっと言ってて今なんかその卒業公演ってあゆかと菅原も出てくれたんで、うんうん、K2 行ったんですけど、なんかみんな、いやいいしか勝たんってずっと言ってました。なんか人それぞれ自分のとこが一番だよって。そうなんですよ、やっぱ 入ると好きになる。でもこっちゃんすごいさ、あの K2 のさ後輩の方の中でもさめっちゃさ、はい、活発、なんていうの、自主性がすごかったじゃん。本当ですか？自主性っていうかさ、なんていうの、あの結構後輩ってさあんま来て来れない子多いじゃん、先輩に。はい。でもさこっちゃんはさ結構さお泊まりとかもしたくない？しました。なんか私あれなのかな、なんか自分的には全然行けなかったなって思うんですけど。行ったくない？行ってました？だって自分はすごい人見知りだって思ってるから全然喋りかけられないみたいな思ってた。まあマジで一番最初の頃は確かに。あ、まあ確かに。でもなんか MC でみんながそうやって言ってくれて、先輩たちが、あ、意外と自分喋れてたんだなって思いました。めっちゃなんか質問たくさんしてるなってイメージですか？確かに。だってルカン家に泊まりに行ったよね。行きました、みんなで。すごい謎のさ、はい、よく来れたねっていうさ、あのなんかユナって言っちゃったけどさ行きました行きました。逆にこっちはすごい嬉しいんだけどさ、すごいなみたいな、一番なんかなんかそのなんかおしとやかな2人が来るんだっていう。いや、みんなでなんか生誕の前日でした、しかも。だよね、次の日一緒に公園行ったもんね、みんなで。そうなんですよ。でケーキ出してくれました、お菓子で作ったケーキ、みんなが作ってくれました。お菓子で作ったケーキ？はい、お菓子出してくれましたよ、みんなで。普通のケーキ買わずにお菓子のケーキ。お菓子のケーキでしたお菓子のケーキ、お菓子なんかバームクーヘンでケーキ買ってあって覚えてないですか？なんか今それ聞いたらちょっと思い出した。思い出しました。でもさ、前の日にさ、前の日ってかさ、行く日にさ、なんかさ、はい、どっかで遊んだよね。その時は学校だったんですよ、私は。途中から来たの？そう、途中から行きました。あんな田舎に一人で？はいやば、車でママが送ってくれて、みんなで駅に集合しました、確か。あ、じゃあその時にいたのはユナナだけってことか。あ、そうです。で夜はじゃあ、あ、だからか。え、でも絶対ケーキ買おうってなったじゃんね、はい、なんでケーキ？温泉行きました、温泉。温泉行ったよね、滑り台のある温泉行こうとしたやつでしょ。だけど滑り台がなかったやつでしょ。今日違うわみたいな日ですよ。そうなんです、今日違かった日。懐かしい。懐かしいですね。めっちゃでもいろいろ行きましたね。だってさ、カオタンともさ、はい、旅行行ったでしょ。行きました、香里さんと。カオタン書いてたね、ツイッターに。そうなんですよ、書いてくれてた。旅行行って、意外と。あと、ゆまなちゃんとかともいろいろしてたもんね。はい、ゆまさんも旅行行きました。結構行くな旅行行きました。結構旅行行ってるよね、ケイツの、はい、いつもなんか公園のさ楽屋でさ、こっちゃんにさ旅行のさ話とか聞いてた気がする、みんな。聞いてました、聞いてたみんな。楽しかったな。ちょ、みんなに会いたいです、全員でね。私も全員と会ってないからめちゃめちゃさ。そうですよね、もうみんな、誰もみんな難しくなったよね。確かに。なんかあれ、キャンプとかするとき呼んでくださいね。落ち着いたらなんかさ、はい、それこそさ、そのもうさ K2 のさ遠足とかっていうさ、遠足じゃないや、はい、ピクニック、ピクニック、ピクニックとか、あのさ文化を知らない子たちが入ってきたからさ。そうなんですよ、ピクニックしたいんです。ピクニックね、したかったよね。したいなしたいなって言ってたけど、なんかなんだかんだいろいろね。そうですね、できなかった。春前ね、そう、できなかったよね。はい、バーベキューしたい。バーベキュー、あのバーベキューは、したよね一回バーベキュー。しました、
全員、全部、全員はいなかった気がします。確かに仕事でいなかった人はいた。いました、いました。あれでしょ、もう本当にそれこそ、それもさ、まだミコッティとかいたよ、ね、いました。めっちゃ焼いてくれてた。焼いてくれてた。そうだね、なんか先輩がめっちゃその日働いてくれる日で。まあでもバーベキューってまだなんか若い子がやるよりめっちゃね、料理とかする子がやった方がいいもんね。そうですね、やってくれてた、嬉しい。あのソーダさんがずっとスプレー振ってくれてた、日焼けだけど。スプレーババアじゃん。そう、スプレーしてくれてました。まあでもちょっとずつね、落ち着いたらね、はい、普通になんか普通に会えるしね。そしたら、はい、会いたいです。東京でも会いたい。東京のさ学校、はい、え、こっちにさ、東京にさ上京するの？そうなんです、上京なんです。あ、それはじゃあ会えるね。会えます、東京子になります。東京詳しい、なんか東京子になりそうだね。こっちゃんは攻略しそうだね。東京のここいいですよとか言い、私なんかみんなで新大久保行きましたよね。行った、なんだっけあれ、何の帰り、サマステです。サマステです、行ったね。元気ですよね、あんな汗かいた後に今思うと。確かに、でもそれがもうさ、なんかさ、それも一個の楽しみとしてさ、なんか謎のですよね。元気で行ったよね。うわー、全部懐かしいね。懐かしい。行きたいなー、東京。へー、うわ、え、こっちゃんはさ、今月末まででしょ？はい。あと、明日29、明日30ですっけ？明日30。30、31、2日です。あと、か？どういう気持ちなのこれ、そういうの。でもまあさ、公演終わってるじゃん。はい。でも公演終わってるけど、こうやってショールームとかではまださ、ファンの人とかとさ、うちらとかとも話せるじゃん。はい。この時はまだアイドルじゃん。あ、そうですね。どういう気分？どういう気分？なんかでも、握手会、もともと30が握手会だったんですよ、本当は。確かに。そう、なくなっちゃったから、なんかそれが最後の、お仕事でなんかみんなと会えるって思ってた。配信したいなっていう感じです今。この前さ、なんかさ、めっちゃ配信してた。めっちゃですか？長くですか？なんか記録更新したねみたいな、なんか見たんだけど、あれは何？分からないです。15時間の記録がなんとかかな。ああ、17時間配信しました。ちょっでも前ですよ。今年去年の。うん。ちょうど去年の1月ぐらいですかね、しました。え、あ、じゃあ最近じゃない、マジであの本当に 2,3 日前に見たんだけど、なんかしてたのかなとか思っちゃった。10時間配信ですか？なんかファンの人が更新おめでとうって言うから、え、してたのなんかと思って。してないです。出なかったんだ。あ、でも最近ずっと毎日配信してたから、なんか毎日アイドルになりました、また。それかな、ま、それかもしれないです。すごいね。はい。あ、過去の振り返り記事か。記事。ああ、そうかもしれないです。みなみさんあれですよね、昨日人生ゲームしてたんですよね。うん、人生ゲームやりたかったんでしょ？やりたかったんです。やろうって言ってたよ、押し行きが。押し行きしか持ってないのよ。あ、じゃあ、借りますわ。借りますわ。借ります。コラボ配信？ん？え？スイッチですか？うん。普通に紙のやつ。あ、紙のやつやってたんですか？え、そうそう。あの、前に、ケツの楽屋とかにあったやつ。ああ。ああいうのを、おしちゃんちで広げて、みたいな。ああ。で、向こう、こっちは、あの、はい、こうやってコラボして、こっちはアプリでサイコロ。の一人だけ取ってサイコロ振ってそっちで進めてもらってくれてくれる。ああ、やりたい。なんかやろうって言ってたよ昨日。あの、押し行きが言ってた。サリナのとこに帰ったでしょ。はい。だからサリナが言って押し行きが、やろうよこっちゃんって言ってた。いいよ。うん。何します。あとこの2日の。やりたい。でもめっちゃあれサリナさんとやりますコラボ。
え、いつやんの？17時からです。明日？明日です。あ、じゃあ明日、今日いつか忙しいって言ってたの、おしゆき。忙しい、なんかどいつかの夜が忙しいってなって私たち昨日やったんだよね、はい、あ、そうなんですか。でもうち私たち一回朝5時にやってるから、え、早っ。人生ゲームやりたいなってなって時間ないってなって朝5時からやったことあるからそう、夜はちょっと時間ないやつったら、じゃあ朝5時にって言ってやったことあるから、こっちゃんがお願いしたら、はい、あの最後朝だけ時間あったら朝やるっていうこともできるからやってます。なんかしかもあやめろもやりたいらしくて、え、ちょうどよくない、やりたい人たち。コラボって何人までなんですかこれ。なんか推しちゃんの端末でコラボ、ゆきちゃんの端末でコラボみたいな。あー、なるほど。だから推しゆきは全部見れるけど、うちらはなんかもうそっち、でも声だけ聞こえるから。あー、確かに。そう、あと自分の携帯とかで見ながらとか。でも意外と楽しい、普通に。人生ゲームやりましたね、楽屋でやった記憶ありますもん。なんか一時期めっちゃハマってたよね。だってハマってました。2回公演の間にずっとやってた時期ありましたね。やばいよね。やってた。まだあるよね。やある気がします。あるよね。誰もだって撮ってないもんね。うん、K2 用みたいな書いてありますよね。あるよね。他の人にさ使われてさ、また車とかなくなったら面倒だからっつってさK2 用って。懐かしい。懐かしいです。やりたいな、またぜひやって。人生ゲームやります。やってきます、ゆきさんたちと。みんなのコメントを見てるフフ。公演の合間はそんなことばっかしてたよね。出ました。でもうち結構遊んでる方だと思うの。遊びました。クリスマスもさ、なんかケーキみんなで、そうそう、みんな持ってきたりとか、お菓子パーティーしたりとかするし、うん、忘年会とかもするし。うん、しました。赤から行った。あ、そう、なんかさお店の時もあるしさ、人数多すぎ、え、一回さ、4階でしたことない？しました、ピザパーティーみたいな。ね、したよね、なんか人が多すぎるしみたいなのでさ。ピザパーティーした。楽しかったな。もう一回やりたいな。なんかいろいろさ、今年がさ、止まら、今年？去年がさ、止まらなければさ、いろいろやりたいこといっぱいあったしね。確かに。やりたい。二人でお出かけしましたよね。ご飯行きました。あ、こっちゃんがね、行きましょうって言ってくれたから行けた。行きました。レッスン終わりかなんかに。あ、はい。はい。こっちゃんからの私の第一印象。第一印象ですか？うん。私は覚えてるじゃん。私は見てるから。確かに。第一印象は、でもドラフト会議だから、あれ、なんかご飯食べてる時に会いに来てくれましたよね。みんながお昼ご飯の時に話しかけるよっていう。話しかけに来てくれて、なんか、松村かおりって知ってる？みたいな。聞きましたよね、私に。聞いた。聞いて、知らないですって言っちゃって、やばいってなった記憶しかないで。どうしようみたいな。嘘つけばよかったかなって思った、めっちゃ。でもなんかそれが逆に、はい、知らないんだ。知らないのに、はい、なんかこういうオリジナルの自分の見せ方してくる人、はい、でも強いじゃんってなった。なんか知ってたら、はい、逆にさ、あ、やっぱカオタみたいなこういろんなことがすれば、うん、ちょっとなんかね、なんて言ったらいいんだろう、人と違うなって分かる子なんだ。そもそも年が年で若いしさ、はい、
なんかきっとママのアドバイスもあるんだろうなと思ったけど、でもその新鮮さがすごい新鮮だねってなった。嬉しい。やっぱ新鮮だねってめっちゃ、ね、なんかなんだっけな、それ聞かれてその後に YouTube でドラフト会議の前日ぐらいになんか、うんうん、どういう子が欲しいかみたいな、うんうん、流れたんですよ、みんなの会議 YouTube かなんかでみなみさんたちが会議してる映像が流れて、うん、どういう子が欲しいかみたいな、うん、パネルで、でみなるさんたちが松村かおりに勝てる子みたいなこと出したんですよ。でもなんかもう超浮かれたんですよ、それ前日で。私、あ、来たみたいな浮かれてたら第一じゃなかったからマジで絶望して、だってよかったです本当に。いやもうなんかまずそもそも愛知の子は絶対きっと、はい、なんか SKE が多分取れるって思ったのよ、愛知の子は。確かに。なんかしかも若くて愛知の子ってなかなか若が全員若かったですよね、その時。なんかもう、うん、だからな多分若いから大丈夫だと思ってたの。そのなんかそんな12歳とかで博多とか難波とかさすがに生かすの不安じゃないみたいな、ああって思うだろうって思うから、私たちだって思ったの。なんか若いうちからそうやってなんか遠いとこから取りすぎちゃうのもなんかかわいそうかなって。そういうの考えるんですね。なんかドライチの話を聞いてて、ああ遠くから来たから、なんか結局やっぱ上京してきてすごい寂しがってる子とかいたから、あなんか12歳とかで家族から話すのすごいかわいそうだなっていうのはあったの、はい、だから結構愛知を重要視してたのね。でもそれでも、はい、あの菅原みたいに遠いところを撮りたいとかっていうのはあったけど、はい、うん、それでなんか結構うちドライニの時はマジでなんか SKE で話すことが多くて、 K2 は K2 で話し、なんか K2 で話してたのはまあ愛理もすごいいいねって言ってたけど、こっちゃんの話の方が結構多くて K2 で話してたの、はい、ね、嬉しい。みんなやっぱさ自分の仲間になる子かもしれないからさ、 YouTube のさ、はい、アピール動画とかやっぱ一通り見てて、しかも愛知県をよく見てて、よかった愛知で高いからそう、はい、だからそれで見てて、はい、でなんか愛理は、なんか S も E も欲しいみたいな言ってたから、うん、でなんかその時なんだっけ、なんか峯岸さんのチームも欲しいみたいな聞いたから、あ裏情報で、あだから若いのに取られたらかわいそうだみたいな、であと普通に欲しいってなってたからまず行って、はい、でうちはこっちゃん取るっていうのを S にも E にも言ってたから、はい、うちは二巡でこの子行くからって言って、よかった、嬉しいです。めっちゃなんかね、ドラには本当に、はい、まあドラさんはファンの人だったからだし、ね、ドラ1の時は私関わってないか分かんないけど、ドラ2の時はなんか、うん、もうめっちゃなんか始まる前に会議みたいなのした、うちだけ。嬉しい。他のグループ知らないけど、はい、ヨースさんとか他のマネージャーとかさえさんとかもいたじゃん。みんなでなんか集まってなんか、はい、作成みたいな。嬉しい。した。やった。ありがとうございます。本当に。いいえ。だから、いや、絶対、なんか、こうちゃん、なんか、だからさ、うちらもさ、あの、それこそお昼ご飯の時にさ、話しかけに行くやつ。はい、あれさ、結局、うちらは、まあもう、何人か絞ってってたんだよね。ああ、はい。なんか、だからもう、こっちゃんもちゃんと、この名前も知ってて、こういう子だっていうのも分かって言ってたんだよ。うん、でもなんか隣にさ、隣で普通にみんなとご飯食べてるじゃん。はい、仲いいこと食べる。だから一番何ってそのこっちゃんに話しかけてるけど、隣の子たちが私も話しかけてもらえるのかどうかみたいな、それが一番なんか、はあ、確かに。だってそうじゃん、目の前を先輩たちがさ、はい、通っていくわけじゃん、いろんな先輩たちが、うん、そうですよね。だから一人でも話しかけてもらえたら希望だけどさ、はい、一人も話しかけてもらえない人もいたわけじゃん。はい、それはすごいなんかいろいろな意味でなんかすごいちょっとそわそわしたよね。だからすごいよね、その中でご飯を食べさせるって本当にかわいそうだよね。ご飯食べ思うとめっちゃ緊張してたなと思います。ご飯食べられないよね、ご飯の時ぐらいじゃん休めるの。はい、確かに。
でもすごい覚えてる。ドライニーのやつは全部覚えてる。なんかパフォーマンス披露みたいなのさ、はい、なんか見た。何ですか？なんかみんなの合宿の場所で、うちらがなんか多分ステージ側に座って逆に。あ、そうです、そうです。こんなの絶対私だったら絶対無理みたいなやつとか。一人一人なんかやったやつですよね。そう、なんか見て、うおーみたいな。で、あとなんか当日やる曲とかももうなんか一通りバーってやってて。はい。すごいなと思って。でも私たちはもう大体もうね、早くから2人って決めてたからね。ねえ、嬉しい。すごい。ドラフトを受ける子は本当にすごいと思う。本当ですか？たまたまドラフトオーディション見つけてよかったです。うん、え、ドライチのさ、オーディションのやつとかさ、見てたの？なんか私、なんかすごいにわかで好きだったんですよ。うんうんうん、めっちゃ一人のメンバー知らずに、なんか AK ビンゴとか見てて感じで、うんうん、なんか AK ビンゴで流れてて、そのドラフト会議が。うんうん、だから、なんか、ソーダさんとかは知ってたんですよ、逆に。うんうんうん。めっちゃ知ってました。え、でもさ、なんかさ、ドラフト会議、なんか AKB グループのオーディションでドラフト会議が一番厳しいと思うの。ああ。だってさ、全部さ、流れちゃうじゃん、なんか。世に。え、わかります。友達とかに見られなかったの？ YouTube。え、めっちゃ見られました。見られるよね。見られたし、なんかめっちゃ言われるし、なんか落ちたらどうしようみたいな。そう。めっちゃなるんですよ。はい、でしょ、はい。やばいです、あれ。逆にすごいなと思って、私とかビビリだから、絶対、オーディションの経過が世に出ちゃったら、落ちちゃった時にはもう、絶対生きていけないってなっちゃうから。だから、なんかそういう意味で、なんか、しかもなんかレッスンの風景とかもさ、流れたりとかさ、なんかするじゃん、なんか。わかります。だからなんかそういうので、しかもなんかあんなにさ、そもそも普通のオーディション受ける子あんなに踊れてなくていいわけだしさ。ああ。普通のドラフト以外、ドラフトはさ、それはさ、なんか レッスンさしてもらって、歌も歌ってみたいな、はい、やるじゃん。でも本当はさ、全然さ、そんなんじゃないじゃん。確かに。だから結構な厳しいものをさ、12歳とかでくぐり抜けてさ、すごい。いや嬉しいです、もう。ある意味度胸あるよね。いやもう本当に良かったです。いや、よかった、こちらこそ良かったよ。ありがとう。ありがとうございます。すごい、もう本当に毎回なんか楽しみにしてた、ぽっちゃんの動画。嬉しいです。なんか一個見つけたやつを見てから、はい、なんか玄関でもなんかしてたよね。玄関で踊ってました、心のプラカードかなんか。で、なんかさ、替え歌して、はぁ、あ、みたいなさ。あ、そうです、パンってやって、終始こういうやつですよね。そう、パンってやつ。もうあれとかもみんな、それも楽屋でみんなで見た。嬉しい。みんなで見てるの嬉しいです。そう。なんか入ってから言われました。アイオン中ってずっと言われてた。でしょ、ずっと言われました。嬉しい。なんかドラフトって、入ってからすごいなんか、来てくれるじゃないですか、先輩が。うんうんうん。めっちゃ嬉しかったです、それが。いや、もうなんか、なかなかね、なんか、ね、さ、自分もさ、後輩できてさ、あれだと思う、あれで分かったと思うけど、なんか、普通のオーディションで入ってくるとさ、はい、なんか、その子をゼロから知るわけじゃん。はい。でも、ドラフトの場合はさ、その子のそれこそ、お家の中も見れるしさ、友達とかも出てきたりとかもするし。はい、なんかいろんなものが見えて、この子ってこういう風に喋るんだもわかるしさ、うん。しかもなんかドラフト会議終わった後さ、ママと挨拶した気がした。あ、そうです。挨拶してました。ね、こっちゃんがもう号泣してて、ママがいてっていう、なんか。あの時になんか、あ、すごい、なんか一人の子の人生決めたんだと思って。ね、確かに。すごいなんか逆に感動しちゃった、なんか。いや、嬉しかったです。めっちゃ覚えてる。ドラフト日記のやつめっちゃ覚えてる。ドラフト会議。もうできないです。同じようなオーディションが。同じようなオーディション。でも絶対こっちゃんはこっちゃんなりになんかさ、新しく面白いこと考えるでしょ。本当ですか？
前聞いたよね、なんでこれ呼んだのみたいな、なんか聞いた気がする。なんでこれ呼んだの？いや、なんかなんで、あの、ヘビロテそんなオリジナルでやったのみたいな。ああ。え、なんかそういうもんだと思ってて、逆に。だよね、なんか、多分これがこう見えたの？え、違うんですよ。なんか全部、なんか、振りコピーじゃなくて、なんか全部自分で考えたんですよ。うん。うん、それで、なんか考えた振りがこれだったんです。でもさ、え、見たことはないの？見たことありましたよ。見たことあって、なんか、ね、でもオリジナル考えたら考えて、なんか多分気合い入ったかわかんないですけど、うちしちゃった。やば、あれは本当に伝説だよ。本当ですか？え、よかったです。あとこっちゃんね、そう、こっちゃんのケーキ、ケーキ選抜。ケーキケーキ選抜あったね。はい。ありました。もうやってないの、ケーキ選抜。え、今年やれなかったんですよ。そっか。普通のケーキでした。でもさ、なおになったよね、トップ。その、ミナルさんの次の年ですね。そうそうそう。負けたってな、なんかケーキ選抜っていうのが、はい、こっちゃんのお誕生日の時のお家のケーキ、はい、お家のケーキに、なんかいろいろ今ってさ、クッキーとかに顔をなんか写真とか印刷できたりするケーキがあって、はい、それのなんかいつからやり始めたのあれ。でもなんか普通に加入当初からずっとあのケーキだったんですけど、うん、加入当初は逆になんか自分の写真ばっかだったんですよ。確かに、なんかすごいケーキいつもなんかあるなみたいな。そうなんです、自分の顔写真で、うんうん、なんかその次の年もなんか割と自分の顔ばっかで、うんうんうん、ちょっとドラニーみたいな、うんうん、でその次がもう K2 だったんで、それからです。3年目からケーキ。何回やったのじゃ。2回です。あ、じゃあ2回、1回目にだから、はい、真ん中でした。みんなでよかった。でも2年目に落ちました。でもすぐ2位ぐらいでしたよ。さ、1位から2位に落ちたらもうさいやでもずっと好きです。同じみんな一緒。おもろかったね。いや全然面白くて、なんかそれに気づいた時に、ケーキ選抜ってものに気づいた時に、はい、なんかしかもそれもなんかふと見てて、写真がなんかふと見てて、はい、あれみたいな、私の方が大きいよみたいな、なんか話をしててケーキ選抜だってなって、はいそっからだよね、なんかケーキ選抜のなんか話になったの。そうだね、みんななんか乗りたいって言ってくれて面白かった。そうなんですよ。 MC でさ、ケーキ選抜決めようみたいな、なんかなかったっけ、なんかそんなケーキ選抜の話をしただけかな。選抜を予想しようみたいな。あ、そういうこと。MC までしてくれてそうなんですよ。面白かった。嬉しい。なんかあれのは地味にダメージ受けたよ。あの、受けますか。受けたよ。でも、なおもいた気がする。なおがやったーって言って、クソってなった気がする。はい。なおさん真ん中に。おもろい。そうなんですよ。懐かしい。全部懐かしいです。いや、でも、だいぶさ、だいぶ思い出めっちゃあるよね。いや、ほんとに。めっちゃ運動会とか超楽しかったです。あ、運動会あったね。ありました。なんか、AKB の運動会もあったし、SK の運動会もあったし。どっちも勝ちますよね。どっちもなんか割といい結果。AKB の方めっちゃ良かったよね。はい。で、2位とかかな。だよね。はい。8には勝てなかったんだっけ。そうなんです。最後の最後で。だよね。なんか意外と。なんかやっぱ S とかの方が足速そうな人とかいっぱいいたのに、なんか意外と勝ててない。なんかあれ強いですよね、私たちリレー。なんかさ、でもさ、うちなんかさ、遅いのいっぱいいるけど強いですよ。そう、リレーの順番とか決めるとさ、だいたいさ足速い人そんないないんだよ。なんか強いですよね。でもそう、でもいつもね、いい結果出すよね、はい、だから速い人がもう抜群に速いじゃん。そうなんですよね。だってあれですもん、私とエボさんがいつも引っ張って
え、でもだいぶ、それ、い、だってミコッティも遅いし、私も遅いし。あ、そうなんですか？逆に早い人の方が少ないのよ。ゆずきと、はい。シュリと、ゆきさん早そう。あ、ゆきちゃんとサリナ？あー、そうだ。サリナさん早い。アンナさん。アンナいた。めっちゃ早いですよね。でもアンナいなかった年も意外といいとこまで行けてたから。確かに。じゃあもうでもそれぐらいだよ。だって20人ぐらいいたじゃん。はい。なのに、5、6人しかいなかった気がする。うん。なんか順番を決めるリーダー、決めるってなってリーダー副リーダーで。うん、やべえみたいな。どうやって決めたらいいんだみたいな。運動会楽しかった。どっちも強い。ああ、ドッジボールはあの人がいるからでしょ。そうですね。あの、松村さんがいるからでしょ。松村さんがいた。あと、大縄めっちゃ強くないですか？あ、大縄したね。大縄強い。はい。大縄もいいとこまで行ったっけ？え、一番飛んでましたよ。ルカさん。え、マジ？え、はい、一番だったと思います。ルカがなんかしたのは何？靴脱げたんですよ。あ、靴だけ脱げたやつか。はい。なんかさ、一致団結しようみたいなやつ強いよね。確かに。ちゃんと練習しますもんね、ギリギリまで本番。したね、めっちゃ端っこでしたね。いや、なんかすごいうるさい人いっぱいいるじゃん。やるよみたいな。勝つよみたいな。勝てるもん勝つよ、はい、みたいな。サッカーめっちゃ練習してた気がする。あー、やったー。はい。練習しました。いや、どこも負けず嫌いだけど、はい。なんかうちは大人の負けず嫌いも、の人たちは多かった。いう感じが。楽しかった、よかった。運動会ガチみたいな楽しかったです。全力で青春したね。しました。戻りたいです。なんかもう最初からやりたい。あー、最初から今のこの感じの記憶でやったらめっちゃ楽しめる。確かに今のこの記憶で。えー、じゃあさ、3つめっちゃ楽しかったって思い出あげるとしたら何？3つ。3つですか？うん。なんだろう。3つ。こっちゃん的3つ。私的3つですか？うん。え、K2 の中ででいいですか？ K2 の中ででもいいし、はい、全然 SKE でもいいし。SKE。なんか SKE。3つに絞れないです。確かに。ありすぎるもんね。ありすぎる。K2 にしますね。K2。あれ嬉しかったね。お誕生日ドッキリ。あ、一番最初の。ね、何した日？なんか、メンバー内で恋愛してます。ゆかりと、あれか。はい。ゆかりと誰だっけ、あれ。みことさんが、なんか、二人でみたいな。あ、ミコッティだったんだ相手。はい。そう。実、何なのそのドッキリ。何なの？今思うと何なのそのドッキリ。え、本当に何なのってですよね。マジで。でもゆかりさんめっちゃ怖かった。超怒ってましたもん。なんかびっくりしちゃって。うん。なんか。最初ふざけてるって思って私笑っちゃったんですよ確か、うんうん、笑ったらゆかりさんがいやなんで笑うのみたいなめっちゃ怒ってきてめっちゃ怖くてえ死ぬみたいなめっちゃ怖かった泣いたよねこうちゃんめっちゃ泣きました本当にごめんなんか違うなんか楽しかったね、ドッキリの種類もなんか多分ドッキリがめちゃくちゃお誕生日ドッキリするっていうものが流行ってて、はい、で多分なんか多分え、その前とかもさこっちゃんいろいろさ参加したりしてた。その前のお誕生日ドッキリですか？そのなんかいろんな人たちの。いやしてなかったです。してないのに。なんかでもさなんかなんで多分してなんかドッキリをしすぎて
なんか変わったことしないと王道じゃ無理だろってなって、あんな謎のゆかりとみこっていの謎のなんかやつやったんだよ。そしたら、はい、ちょっと本当対象年齢が若すぎてアホじゃんって。でもそれやってたんだよな。楽しかったです。あれめっちゃ思い出。だって公演中とかもなんかやってたってしたもんね。公演中も今日記念日なんだってずっと言ってて何の記念日かなってずっと思ってましたもん。本当誕生日だったけど、なんか私の誕生日に記念日なんだみたいな、うん、2人で記念日なんだろうずっと考えてた。本当になんかもう本当ごめんね、なんか本当普通に言われば今の本当めっちゃ楽しかったですあの日え、あと何かな、なんだろうな。でも大富豪ライブめっちゃ楽しかったです。あ、大富豪レッスンから楽しかった、全部まるっと楽しかったです。あれ確かにめっちゃやったもんね。めっちゃレッスンしましたよね、みんなの好きな曲だったから、うん、めっちゃ K2 の時間多かったもんね。はい、一回あれは楽しかった、あれは楽しかったね。あれも一回やりたいなって思うもんね。うん、その後の焼肉も楽しかった。ああの焼肉ね、焼肉楽しかったです。え、あと何だろうな、あと何、何だろうな、何何だろう、でもあと7分しかないんだけどえ、やばい無理、なんだろう、で割とあれ新大久保めっちゃ楽しかったです。あ、普通にプライベートの、はい、新大久保とかピクニックとか、うんうん、楽しかった。確かにプライベートでやるのってなかなかね、うちら仕事で会うことの、まあ仕事で会うことがめちゃめちゃ多いからね、うん、そもそも。まあそうですよね。でもあのプライベートでも会うっていう、結構な大人数ではい、でもよかった、こっちゃんが楽しい思い出がたくさんあって、はい、いっぱいです。寂しい。大丈夫だよ、でも別にまあアイドルはみんな卒業して終わ、いつか終わるから。はい、でも出会ったから、なんかほらさっきぽんも言ってたじゃん、なんか別に出会ったからこれからも別に卒業とか関係なく全然頼って、私は東京だったらもう全然、はい、東京にもほらさいっぱいいるしさ、はい、もそうだし、かおたんもそうだし、で名古屋にもいっぱいいるし、はい、全然頼って、頼ったり普通に遊んだりしよう。したいです、いっぱい連絡します。して、はい、あと大学生ライフも楽しんで。わかりました。楽しみます。めっちゃ楽しみじゃん、もう全部。全部楽しみです。全部楽しみ、いっぱいです、今。しかもいろんなさ、年代のさ、なんか友達ができたと思えばいいじゃん。ああ、確かに。大学生とか行ったらさ、多分さ、同い年とかばっかじゃん。でも年下の子もさ、いるしさ、はい、SKE で出会ったメンバーで。で、逆にこんなめっちゃ上もいるからさ。確かに。いや嬉しい。なんか普通だったら絶対仲良くなれないじゃないですか。絶対出会えないよ。はい、確かに会えないのよこの年齢差は。嬉しい。まあ、全然固まった。こっちゃんがびっくりした。こっちゃんあれよかった、あと5分なのに。聞こえますか。聞こえた、聞こえるよ。あ、聞こえました。よかった、最後の最後に固まって終わるのかと思ってた。なんかあれ出てきちゃいました、充電があと 20% ですって。あー、そういうこと。ごめんなさい。いいよ、いいよ。それで止まっちゃった。なんかパパは喜んでます、パパも好きだったんで。あ、パパも SKE を。パパがミナルさん好きだったんで。あ、嘘。え、言いましたよね、これ。あれ？
手前に聞いたことあるかも。はい、あれマジスカ好きなんですよ。めっちゃ前だよね。そうなんです。パパ人気高い。パパが喜んでます。こっちゃんちもお泊まり行きたかったな。来てくれるかな、みんな。入るよ、広いもん家。いや広くないですよ、そんなみんな十何人ですよね。十何人は確かにめっちゃ増えた。なんか末っ子だったのに末っ子じゃなくなったんですよ。あ、え、どういうこと？なんか一番下だったんですよ、私。うんうんうん。ナルピーとアイリと私が一番下だったのに、もえなたんが入ってきたから。ああ、そうなんです。じゃあ本当にお姉さんになったんだね。お姉さんになりました。別でお姉さんになった。何女なのか分かんないよね。何女なの。何女だろう。何女なんですかね今ね。分からないです。いやでも本当おめでとうってね。ありがとうございます。本当におめでとう。お疲れ。そしてありがとうございます。ありがとうございました。本当に。いいえ、こちらこそお世話になりました。これからは友達として、星野さんの友達として。嬉しい。よろしくね。よろしくお願いします。よかった、最後に。なんか、え、よかったです。ありがとうございます。忙しい中、うん、全然よかった。あ、スクショタイムしたいです。いいよ、しよう。あと2分。ハート。握手会。撮ったかな、みんな。いけた？いけました？良きですか？いけた？あと1分。いけました。あと1分、やば。こっちゃんは若いのであと1分で終わります。はい、若いです。じゃあ東京来てご飯行けるようになったら、はい、怒ってあげる。やった、焼肉がいいです。1回目のご飯を奢ってあげるよ。ありがとうございます。行こうね。お肉食べます。お肉、お肉をね。はい、お肉食べに行こう。お肉行きたいです。お肉食べに行こう。はい、行きます。楽しみ。これからもみんなでね、こっちゃんのことを陰ながら応援していこう。ありがとうございます。これだ、ぶちって終わんの。お、終わっちゃう？終わっちゃう？こっちゃんは終わっちゃったの？これ。終わっちゃったんだ。お疲れ様ですね、こっちゃん。いなくなっちゃった。切れたね。こういう風に終わるんだね、こっちゃんだけ。年齢ですね、こっちゃんだけ。取り残されました。いや、でも本当に良かった、最後にこっちゃんがとコラボできて。いいえ、こちらこそ、皆さんね、こっちゃんのこと祝って、くまさんとかお城とか来ましたからね。あ、タワーも来てるじゃん、すごい。いや、後輩を見送るのはね、寂しいね。お、ミラーボールありがとうございます。イェーイ。こっちゃん本当にいい子でしたね。なので、これから大学生になって、東京で、安心して、ちょっと、過ごせるように。私がちょっとサポートしていきたいと思います。こちらこそ、こっちゃん来てくれてありがとうございます。チーム K2 に
ね。これからもみんなチーム K2 のことよろしくお願いします。じゃあ終わろうかな、私も。では皆さん、コラボ配信見てくれてありがとうございました。今月末、チュリともね、コラボ配信しようって言ってるので、ぜひ、お話し会、AKB のお話し会が終わってから、またコラボ配信、急いで帰ってきてやろうと思うので、また見てください。お疲れ様でした、皆さん。ありがとうございました。バイバーイ。あ、舞台、頑張りまーす。バイバーイ。